はい、引退します。って言いたいところでね、多分ね、今、向こうの、アンチどもは、もう引退させろって、社長何しとんねんって、多分ほざいてると思うんですけど、自分、かまってちゃんなんで、ここで引退しますって言いましたが、悔しくて悔しくて、たまらなくて、試合が終わって、どれぐらいかな、もうすぐ1週間経たないぐらいで、練習してます。戦争っていうのはね、白旗振ったら終わりやと思うんで、まだ俺は白旗を振ってません。必ずひっくり返してやろうと思ってます。ずっとね、言ってたトライアスロン、MMA にチャレンジします。男とイチャイチャするのもいいかなと思い、こっちの世界に挑戦するので応援してもらえたら嬉しいなと思ってます。はい。キック引退とか、ボクシング引退とか、そういうことではなく、とりあえず自分は挑戦し続けることが俺のすることだと思うんで、はい。世界の竹浦と、世界の青木と、その辺の杉村ってやつに教えてもらってますね、今。はい。チームワンに来てもらって。チームワンにも来てもらってますし、カルペの三谷も行ってます。で、ずっと、寝技教えてもらってますね。でも寝技はしないですよ、男とイチャイチャ気持ち悪いから。はい。では、グラウンドに引き込まれないための懸命の練習という感じですか。人がね、見てないところで男とイチャイチャはまあいいかなと。ただ、人の前でね、男とイチャイチャするのは嫌なんで、試合では絶対しないですよ。はい。でも毎日やってますよ。もうたまらなく悔しかったんですよね。敗北っていうのはむちゃくちゃ悔しくて、めちゃくちゃかっこ悪いと思うんですよ、調子の乗ってね、散々調子乗って、調子こいて、余裕こいて負けてもたんで、はい、もうすごい悔しくて、やってます。楽勝ですね。はい、楽勝。もうね、散々あれですから、寝技はしてきましたから。はい。もうやめましたけどね、そういうのはね。だから、あとは、まっすぐに、男とイチャイチャしようと思ってます。はい。そうですね、彼は、4月1日でしたっけ、強かったし、この気持ちがね、すごくて、全部俺より上を行ったから、ああやって、俺が負けたもんなんでね、そこに対して何もなくて、ただ、さっきも言ったんですけど、あれはボランティアで、全部ドラマでね、白旗を振ったら戦争終わりなんでは、あいつとは戦争って言ってたんでね、しっかり、トライアスロンルールで、俺がひっくり返してやろうと思ってます。はい。とりあえず、でも忘れてほしくないのは、俺は丸米なんで、もう丸米に一途なんですよね。あいつは何としてもやりたいんですよね。はい。だからそこに向けて、ちょっと遠くなっちゃいましたけど、もう一回ね、丸米に、あいつを捕まえれるように、精進していこうと思ってます。